日銀が追加の金融緩和を決定しました。今年1月のマイナス金利政策導入以来、半年ぶりの追加緩和となります。具体的には、ETF と呼ばれる株式の上場投資信託の買い入れ額をこれまでの年3.3兆円から年6兆円へとほぼ倍増します。